First Take Music。 The First Take Music。 この番組はアーティストの一発撮りパフォーマンスを鮮明に記録する YouTube チャンネル The First Take のアフターストーリーを楽しむことができる音声コンテンツです。 The First Take は白いスタジオに置かれた一本のマイクの前でアーティストたちが披露する一発勝負のパフォーマンスを 4K 対応の高画質高音質で楽しむことができる映像コンテンツです。一度きりのテイクでアーティストたちはどんな姿を見せてくれるのでしょうか。そしてこの番組では The First Take に出演された様々なアーティストの皆様にパフォーマンスした楽曲のお話や撮影秘話などをインタビュー形式でお伺いします。今回登場するのはちゃんみなさん。 The First Take では昨年4月にリリースされた美人、そして昨年9月にリリースされたハレンチを披露していただきました。現在 The First Take の YouTube チャンネルで公開されています。早速ですが The First Take はレコーディングやライブとも違う環境でのパフォーマンスだと思いますが、収録はいかがでしたか？いや、なんかきっと緊張するんだろうなとか、きっとネガティブになんかこう捉えがちだとは思うんですよ、出る側って。わかんないですけど、まあ一発撮りだし、そんな機会本当にこれまでね、テレビ番組で生放送とかあったかもしれないですけど、こんな風に本当歌ってるところだけをこうフューチャーして一発撮りでやるっていうのはね、結構緊張するもんだと思ってたんですけど、私結構楽しかったですね。なんか思ったよりすごい楽しくできたし、もう終わっちゃったのが悲しいぐらいですね。もう一回やりたいと思うぐらいです。あのおなじみの白いスタジオというのはいつもと違う感情の変化など感じるものですか？あ、白、私結構それこそ制作中とかも部屋の色とかにはすごいこだわってるんですよ、そのライトの色とかで。そういうのもあって白っていうのを聞いたので、私の中で白ってすごい純粋で無垢で、そのなんて言うんだろうな、スタートを思わせるようなカラーだと思っているので、その空間の中に入れたことでよりこう感情輸入できて歌えたなと思います。 The First Take の出演が決まった時のお気持ちや感想などいかがでしたか？結構マジかよって感じでしたけどね。なんか曲をまず選ぶ段階で、じゃあどの曲をファーストテイクで披露しようかっていうんで、普通だったらきっと私の場合だったらネバーグルアップとかだったと思うんですけど、こうあえてどうしても歌いたいっていうので、こう美人を歌わせていただくことになった時も、いいですよって言ってくれた時もマジかよってなりましたね。なんか総じてファーストテイクってやっぱり、でもアーティストさんは来たらドキッとするコンテンツなんじゃないかなと思いますね。ではパフォーマンスしていただいた楽曲について伺いたいと思います。今回最初にパフォーマンスしていただいたのは昨年4月にリリースされた美人でした。楽曲の世界観やミュージックビデオの表現など反響の大きかった楽曲だと思うのですが、今回この曲を選んだ理由は何だったのでしょうか？そうですね、やっぱりあの MV は、まあそのデビュー当時から今まで結構その見た目に対してずっと言われてきてたタイプなんですよ。で、そのちゃんみなって可愛いよね、可愛くないよねとか、そういう話題が結構その幼い頃から割とあって、でそれに対してあんまり違和感がなかったんですけど、こう夢だったアーティストデビューをした時にあまりにも自分の予想とは違う反響、見た目に対する批判っていうのが一番多かった時にすごく傷ついて、でそっからこうね、無理なダイエットしたりとかで、ストレスでこうこけちゃったりとか健康を害したりとかしたことも
あって、でそのすごい健康害して痩せちゃった時にみんなが綺麗になったって私に言った時すごい違和感を覚えた時の曲なんですけど、書き終わってみてやっぱり周りを見渡すとすごい同じ人がやっぱりすごい多いんですよね。もう全員と言っても過言ではないぐらい、みんなやっぱり見た目にコンプレックスが一つや二つあるし、そういう人間の文化っていうか、そういうものにすごいもうどこにぶつけたらいいかわからない怒りが湧いてきて、でリリースする時もこうミュージックビデオ、そのまあ体重増やしたり減らしたりとかをして撮った作品なんですよ、あのミュージックビデオは。でちょっと衝撃的っていうか刺激的なシーンもあったりとかして、賛否両論あるんじゃないかなって正直すごい思ったんですね、その出す1秒前まで。で出してみんなのこうコメントとかそういうものを見たら逆に本当に勇気づけられちゃって、そういうコメントがほとんどなかったんですよ。ですごいありがとうっていう言葉が多くて、でそういう人たちがこの曲を聴いて少しでも笑顔になるきっかけになったらいいなと思って、でもっともっといろんな人に私の気持ちが届いて欲しいなと思ってこの曲を選ばせていただきました。 The First Take でのアレンジはいかがでしたか？美人はブラスをすごいいっぱい掛け合いみたいなところを作ったりとか、まあその楽器が泣いているかのような叫んでいるかのようなアレンジにしたくて、その私の言葉だったり声もそうですけど楽器も同じぐらい主張が強くあってほしいと思ってこういうアレンジにしたんですけど、すごいやっぱいつものメンバーだったので、バンドメンバーもやっぱりすごい気持ちを分かってくれて、チームワークがすごい出たなって思いましたね、今回のアレンジは。特に2曲目のパフォーマンスは昨年9月にリリースされたハレンチでした。こちらはサードアルバムのタイトルナンバーにもなっていますが、どういうイメージで制作された楽曲なのでしょうか？ハレンチはですね、私アルバム作ろうと思って、っていうか曲を割とこう頻繁に作っているタイプのアーティストではあるんですけど、そのある時をきっかけになぜか1年ぐらい書けなくなっちゃったんですよ。その何も言葉が出てこなくて、何も感覚がないというか何にも感動しない、これじゃ何も書けないって思ってしまって、今思うときっとこの世の中になってもう 2,3 年経つじゃないですか。私音楽って自由だったから好きだったんですよ、すごい。あの何やってもいいし、そういう空がない場所っていうか天井がない場所を求めて生きているんだなって思って、自分にとってそれが音楽で、今の音楽ってライブをしてもお客さんの声が聞こえないし、派手なことしたら怒られるし、それ制限が多すぎる世の中になってしまって、私の愛する音楽でさえ天井が見えてきてしまっている。その海外にも行けなくなってしまったりとか、そういうなんて言うんだろうな、こうライブにもみんな来づらくなるとか、もうそういろんなことを含めて、じゃあ何なんだろうって思ってやっとかけたのがハレンチだったんですよ。 The First Take でのパフォーマンスはいかがでしたか？これすごいこだわったんですよ、このアレンジ。なんかそれこそこの 2,3 年ずっと日本にいて、今までは年に 1,2 回は絶対海外行くっていう生活してたんですけど、それであの海外で仕事もしてたので、その日本を出ないっていう生活を丸2年もしたことなかったんですよ。でしてみたら私の中ですごい J-POP が流れていて、東京の景色だったりとか、その日本の古くから伝わる文化とか言語とか、うん、音楽、感情、そういうジメッとしてるあの感覚がすごい感動っていうか、なんていうんですかね、刺激されて、それに、あ、私こんなに綺麗な街に住んでいたんだ今までとか、こんな面白い街に住んでいたんだと思ってできた曲でもあるので、その私の思う歌謡曲をイメージしてアレンジはしました。最後にこのポッドキャストを視聴しているリスナーやファンの方にメッセージをお願いします。
いつも本当にありがとうございますっていうのと、これからもその新しい環境になった時にまた新しい音楽を作ったり、みんなとすぐにでもこう会って抱きしめ合って声が聞き合えるような日々を本当に待っています。それまでお互い頑張って、安全に生きていけたらいいなと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。聞いてくれてありがとうございました。ちゃんみなさん、ありがとうございました。 The First Take では、毎週金曜日と水曜日夜10時に様々なアーティストのパフォーマンスが更新されますが、公式 SNS には歌う前のアーティストの様子もアップされるので、 YouTube と合わせてぜひチェックしてみてください。 The First Take Music